はい、ジュンです。おはようございます。今、青梅駅にいます。臨港で、ここまで来ました。今、時間は8時48分ですね。今日は待ちに待ったですね、ヒルクライムということで、根野高原に行ってきます。根野高原は今まで北ルートで、クロスバイクで登ったことあったんですけど、今日激坂で有名な南ルート、これをですね、このターマルで、登っていきたいと思います。頑張っていきたいと思います。行きます。根野高原スタートしたいと思います。1.5 キロか。距離がアバウトだな。ちょっと想像以上の坂ですね。ちょっとこんな坂あったことないので、すごいな、登れる人。ここはね、マサルの核心の一番きつい坂なんですけど、相当通ったとしても、急ですね、ここ。使わせていただけますか。スカイツリーが見えますね。登ってきましたら足つかないで、一つすごいと思ったのが、人が1メーターぐらい行くたびにどんどん高くなっていったんですよね。ここはですね、やっぱりディスクブレーキじゃないと降りれないですね。ちょっと降りる時も油断してると崖に落ちちゃいそうだな。結構すごいな、怖い。帰りはね、帰りも反応っていうのは結構地味に、名もなき峠なんでしょうかね。あー気持ちいい。根野高原行ってきました。まあ本当ちょっと残念だったんですけど、まあでもね、ベストトライしたし、本当、まあいいチャレンジだったと思います。また実力ちょっとね、いろいろ研究して蓄えて再チャレンジしたいと思います。これからね、壁の駅から臨港で帰りたいと思います。はい、では、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。